今日は富津港の平野丸さんにライトタチウオ開幕戦に来ております。誘いのパターンを皆さんにいくつか紹介したいと思います。基本的な誘いは竿をまっすぐ下ろして斜め45度に止める、このスピードを調節して速くか遅くか、ここが一番基本になってきます。で、次のパターンとしてはこの今のパターンの応用編で水平まで止める、巻きながら下ろす、水平まで止める、巻きながら下ろす、これも幅と速さとスピードでこれも調節します。そしてあと夏に多いのは竿先をまっすぐ下に下げてちょんちょんって竿先を揺すりながら細かに巻いていく、ちょんちょんと竿先を動かしながら45から上15メーター、竿先をそんなに大きくなくちっちゃく動かしてちょんちょんと動かしながら下げながら巻く、リールは4分の1回転から8分の1回転ぐらいで巻き幅を変化させてやっていく。尺度としてはこの大体3パターンを幅、スピード、巻き幅で調節をつけていって、あと昨年から流行りのこのパターンとしてはノーテンションフリーホールで、いろんな作り方があるんですけど、一番簡単にできるかなと思うのは水平に近い角度で竿をキープして、このバット部分を上に上げるイメージで、ティップが下がりきる前に巻いてくる、見た感じ綺麗ではないんですけど、これがノーテンションで餌が落ちていってフリーホールしている間に食べるっていうノーテンション。ノーテンションフリーホールも竿を下にしといてもっと硬い竿でやることでもできます。常に糸のこのフルテンションをかけないように誘い続けるっていうのがポイントになる。この段階でフルテンション、ローテンションになるとこの抜いたたるんでるラインがたるんでる時間がノーテンション、テンションのかかってない時間なので、これをどういう風に作り上げるかでノーテンションフリーホールも細かなノーテンションを作るのか大きいノーテンションを作るのか、ゆっくり上げてボワンって落としてれば大きな幅でのノーテンションができている。今みたいに細かにやればちっちゃなノーテーションの幅で、何で食べるかは探してもらってパターンを増やしていってもらえばいいと思う。でもノーテーションはこのラインがスラックが出た状態になるので、風がある時とか竿先に絡まないように注意してアクションするのが、電動でやるときは発声が高いときは早めに巻いて下に向けてキュンキュンキュン、こんな感じの誘いもあります。パターンとしてはもう多種多様にあるので、この中だけでは伝えきれないんですけど、基本的にはもう分からなかったら釣れている人の真似をしてください。でその時大事なのは動かしている幅と速さとそして巻きの量、ちょっとなのかぐるっとたくさんなのか、この辺を加味して真似していってもらうと上手
上手な人たち、知っている人たちを真似することができます。ただこの動かしだけ真似してても巻き幅が違うと全く餌の動き変わっちゃうので、その人がどれぐらい巻いてるのかっていうのを考えながらいくと、超過アップの秘訣になります。それでは完成。イエーイ。いただきます。加藤記者に実食していただきたいと思います。どうぞ。さんが作っていただいた、はい、まずはまず尻尾から、はい、尻尾です。はいはい、サクサクでしょ、うん、ビールにいいでしょ。いいですね、これ。いいでしょ、これ、うん、骨せんべい、まさに骨せんべいチックです。でしょ、はい、続いて、じゃあこちら、ちょっと手羽先風の甘だれをかけた丸ごと素揚げでございます。実食いただきます。ででこれ音聞こえるかな、サクサクでしょ。これ中骨も腹骨も何にも取ってません。サクサクです。ちょっとなんかボケた。
でしょ、うん、これでちっちゃな細いタチウオも面倒だな料理がと思う方多いんですけど、中骨そのまんまで全部カルシウムもたっぷり楽しんでいただくことができます。これは塩コショウにガーリック、そしてグラニュー糖を少しだけ混ぜたビールにぴったりの一品です。どうぞどうぞ行ってください。いいね、いい音だね。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それではさようなら。